こんにちは、チョコアナです。皆さんこんにちは、カネです。今日はですね、さっきまで棚を作ってたんですけど今ね、現在ね、マジリアルガチで1時1時40分もう2時じゃん。私のコメント欄って結構めっちゃ顔でけえみたいなコメントが多くて、確かにあれ顔でかいって思う瞬間があって、ふってさ、ガラス越しの自分とかに目合うじゃん。わかるめっちゃ細くってなるんだけど誰みたいな。頭の中ではスノーの自分が入っちゃってるから、鏡の中で見ると誰これ誰、このブスどこのブスとか思ってたんだけど、まあ、とりあえずね、今日は、顔の大きさをね、測っていきたいと思います。参考一さんの動画で平均がね、女性の平均、この縦のこの長さが 21.8 で、ここが 15.3 どう考えてもでかいわね。マジで25センチあるよ。そう、うちらのさ、輪郭隠してる髪の毛ってさ、人のさ、やばいんだよね、お前なんだよね。この髪の毛ってすごい大事だから、もういつも美容師さんにどういう感じにしますかって言ったら、とりあえずここだけは残してくださいっていうぐらいの勢いで、もうこう大事な髪の毛なんですけど、まあ、これをね、もう引っ張がして今日は測っていきたいと思います。イエーイ。いいぞ、うん、ちょうど21ぐらい。嘘、本当に、うん、え、平均超え、あ、平均よりちっちゃくない？平均よりちっちゃい。マジだって25センチあるから。どうしよう。やったー、売れピコ丸。あの、リアルガチのリアルガチのリアルガチのフォーエバー21で25センチある。意味が分かる。マジ25センチある。お、21センチ。うわー。うるせえ。25センチ上がった。すごくない？すごい。横だよね。横幅が。横問題だよね。横幅が多分広いからデビュー。横は 15.3 が平均。それはない、絶対無理。すっごいね、もう顔をちっちゃくなれと思って真似してあげるね。今ね、こんな感じなんだ。あ、16。おー、あ、でけえわ。普通の男の子ぐらい。やばすぎ、でけえ、でけえ、やばい、めっちゃでかい。ほっぺめっちゃやってるからさ、16ちょいぐらい。嘘、長いの、長いの、嘘、長いのさ、待って、もう一回。あ、でも15。おい、お前全然ちげえじゃねえか。もう一回測り直す、測り直すことに変わるから結果が。チュールじゃねこれ。そう、顔の形が変なんだよね。わかる、前も15で。なんなの、もうわかんない、無理です、無理でした。まあ、平均ぐらいってことかな。じゃあ、こんな感じで今回は2人で顔の大きさを測ってみたんですけど、まあ誤差はあるにしろ、うん、まあ、平均ぐらい、うん、そういうことにしとこうかな、そういうことにしといた方がやっぱ人生幸せみたいなところあるので、うん、今回はそんな感じでした。皆さんもね、こう興味があったら、あの、友達とやってみてください。そう友情が分裂しない限りね。あの、人をディスるときはすごい仲がいい状況でディスった方がいいと思います。それでは、チョコバナナでした。あかねでした。バイバーイ。